山田圭参加ってやる必要ないのが2回目ですんでね。今日はね、こんばんは、山城と申します。もうぐだぐだですけど、今日からちょっと YouTube の方見ていくんですけど、YouTube の方ね、今までも軽くね、1回の、中でね、さらっと触れててと思うんですけど、今回はちょっとだ、今回だけです。ちょっと時間取らせていただきます。過去のデータを全部ちょっと数値化しました。今ニコ動の方はね、ずっとデータ取ってましたけど、そりゃ YouTube の方はやってなかったなと思って。どっかタイミングを見てと思ってたらね、このクソ忙しいタイミングでね、データの取り方がね、わからなかったんですけど、このね、タイミングでね、なぜか分かってしまったんでね、分かってしまったらもうね、寝れなくなっちゃうんでね、やらずに寝るってどういうこと？そんなわけ、やれるわけないよねっていう、感じになってしまってね、ほぼ徹夜で頑張って作っちゃいましたということでございます。90分ぐらいしか寝てねえやっていうところなんですけどね。それでね、そのデータをね、見ていきたいと思います。終わったら速攻寝る。これはもう、それが終わったら寝るよ、俺と思いながらね、やってますけどね。ということで、とりあえず、2月のデータをまず見ていこうと思います。今までどうっていうね。さあ、どんな感じだったかっていうと、実は、データで言うと、こんな感じでした。2月のデータが、視聴回数が1万7000、まあ、正確には1万6593ということらしいんですけど、ということで、まあ、約1万7000ということでございました。これは久しぶりにちょっと高い数字になりましたね。この辺りちょっと山があって、2000再生とかの山ができてたっていうのは大きいですね。で、再生時間も296.7ということで、良くなってるのかな。で、登録者も17なんで、これはそんなに普段と変わってないのかな。でも、多いか、増えてるか、増えてるかということでございますね。ということで、だいぶ数字が良くなってます。で、ここなんか、間が空白になってます。これね、あれです。なんか、ここ43件とかになってますけど、単純にここ、2月14日のところでですね、1日100本投稿とかやった兼ね合いで、データがバグってます。ちゃんと投稿履歴に入ってるんですけど、なんか、ここの月のデータにはちょっとね、反映が来なくなっちゃってますんでね、多分なんか、これもう100本超えるんだけど、どういうこと？いやいや、そんなわけねえだろうって言って、ちょっと、バグしちゃってますね、ということでございます。で、まあ、上位で行くとこんな感じですよ、ってことで、ちょっとね、今月のやつからだいぶ、様相が変わってます。完全にショーツがずらーっと、軒を占めるようになってまして、来年ですね、ツイッターからの晩祭りがもっと伸びたのと、2月はね、これが伸びとったのと、あと、ATM とかね、急に、来ましたね。近鉄四日市駅にあるね、セブン銀行のとイオン銀行がね、横並びではないんですけど、ほぼ同じ敷地内。正確に言うと、近鉄百貨店がセブン ATM を置いとって、近鉄よ、近畿日本鉄道の方ね、近鉄さんが、実はイオン銀行を置くっていうあれになってるんで、そんな、敷地挟んだ、両向かいのところにありますよっていうようなやつがありますと。で、3位のところに、実はおにぎりチャレンジの方がありましたね。アブレアスチャレンジ入ってくるのかなと思ってたら、やっぱおにぎりの方が需要あるのかな、かなというのは、これでちょっと見て取れましたね、というところですね。っていうような感じで。で、ここで、ね、やっぱショーツが結構の、再生数を押し上げてくれてるっていう感じになってますと、いうところでございますね。っていうのが見えて取れるかなってことで。じゃあ、これ今までどんな感じだったのかなっていうのをちょっとデータしてきました。ちなみに、17,000再生ってこれ過去最高なのかというのは、実は過去最高ではないということで、ね、過去どんな感じだったのかっていうのをね、ちょっと、改めてちょっとここで振り返りをやっていきたいなと思います、というところですね。これから時間かかるんだよね。なんだこれを徹夜し、ほぼ徹夜で 作っちゃったんで、大変なことになってましたけど。ということで、持ってきました。ドドンと。ニコニコのところに作ったんでね、ニコニコってタイトルが入ってますけど、あんまり気にしないでください。F11 で、ちょっと見やすくしようかな。データ数が多いですからね。ということで、2019年の1月からですね、なんか012、03とかになってます。これすいません。ちょっと単純に、私の、データの入力のミスで、なんか、あべこ、なんかと、こんな感じで、ちょっと見にくくなってますけど、ちょっと、まあ、ここはもうご容赦くださいというところですね。で、最近、最新のね、さっきやってたやつのデータのところから、ずらーっとこんな感じになってますっていうことですね。
まあ、各月ごとにね、ちょっと振り返っていこうやないかというわけでございますね。ですが、再生数とかで言ってね、結構間で、まだ上のところあったりするんで、ね、ちょっとそのあたりとかもちょっと解説していこうかなと思います。で、2019年の1月8日投稿したところの月ですね。ここから時系列で見ていくとこんな感じでしたということですね。投稿数が18、ボートが投稿数ですね。で、ボートじゃなくてアップロードの方がいいか。ボートの投票、こっちですかね。うん。上げる方ですからね。一応アップロードしとこうかな。の方が正確かな。で、18本上げて、視聴回数が実はこう、次のね、視聴回数が35とかでした。ふざけたらさすがにこの時だけかなっていうところですかね。で、視聴、これタイムは、総視聴時間数ですね。が 1.2 時間ということですね。で、登録者が1とかで、最初だったんでね、まだ1とかの時代です。で、この時何やっとったかというと、伸びとったのが、時事つぶやき YouTube ということで、郵便関係で不祥事があった時だって、あれかな、暴力団関係者が、局員として働いてましたっていうことで、それで、ちょっと、トラブルが起きましたよ、みたいなニュースだったと思います。それを取り上げたやつが、10再生ってことで、で、第二種郵便について語った動画が来てます。これ漢字の言うてなってるやつが一番初期に作ってた YouTube の解説動画だと思っておいてください。これが後々ちょっとひらがなの言うが出てきます。途中で一回全部作り直してるんですよね。それの前のやつってことでちょっと、分けるのにちょっと漢字の言うを使ってますって感じですね。で、第二種郵便と、基礎知識に関するところの動画が、実は入ってきてますよということでございますね。が、55ってことなんで、まあ、合わせて15とかっていうところですけど、これで、ほぼだったのかな ?35 ですからね、っていうような感じでございます。まあ、ここでがスタートでした。まあ、最初にね、郵便関係の動画、この時はまだ郵便局員だった頃ですからね、郵便関係の解説動画をわーっと上げていくっていう感じで最初やってましたんでね、っていうところです。で、2月に入ってくると、それにプラスアルファして、あれか、新宮発、亀山発新宮行き各駅列車の旅っていうね、動画とかを撮り始めて、まあ初めて企画ものっぽいのを、撮り始めたよっていうようなところらへんですね。で、これが29、アップロード数があって、再生数が362ということで、まあ一応ここからは3桁は、100以上はね、再生が入るようになってますよということでございますね。で、視聴時間も 17.3 ということで、まあ一応これが基準になってくるから、ここはね、1月の途中が始めてますから、ね、頭からやってないですからね。ってことで、ここで、再生、視聴者数も6になって7、累計で7ってところですよね。になってきましたよっていうところでございます。この頃まだ一桁だったくらいの頃ですね。ですからもう、この頃をね、リアタイで知ってる人はね、ほぼほぼいないんじゃないかなっていうところなんですけど、そんなのとかやってましたね。で、伸びてた動画が、宮窓駅行った動画ですね。駅の改札降りるとなぜか踏切があるっていうね、ちょっと特殊な構造、っていうのは、近鉄線が走っとって真横に、実は並走してね、貨物線が走ってて、JR 貨物ね、貨物線が走ってるんで、それは、駅舎の外にちょうど線路が走ってるんで、駅舎出た瞬間にね、電車降りて線路から離れた瞬間に、真隣のその貨物線の線路から踏切があるんで、っていうので、ちょっと面白い構造だなっていうので行ったのが入ってます。これも最初に行った時のやつですね。この頃はまだあの辺り普通に配ってましたからね。うん。今となってはちょっと懐かしいなって映像だったりします。で、あとこれ四日市駅の地下通路はその新、神山発新宮行き、各駅列車の旅っていうデータを取るときに、初めて地下通路を通った時の動画ですね。うちが地下通路があったら、穴があったら入りたいシリーズって言ってね、地下通路があったら入りたいっていうね、モグラシリーズみたいな感じで言ってますけど、あれが一番最初に始まったのがここでしたねということで、実はこれが、再生がこの時は高かったよということで、あとは CTYY でイヤレスについて解説した動画が30再生ということで、この辺りが、上位でした。これトップ3ね、第1位、第2位、第3位です。
という形です。まあ、この頃はね、ちょっと総再生数が少ないでね、2位、3位が同率になってますけどね、というところでございますね。